はい、どうも皆さんこんばんは、ウニクロ丸でございます。今回はですね、スイッチでは初めてのゲーム実況動画となるかもしれないんですけども、今回やってみたいのがスイカゲームですね。ちょいちょい配信ではやらさせてはいただいてるんですけども、今僕のベストスコアが左上に書いてある通り2743なんですよ。ただ最近界隈の方々にどんどんちょっと抜かされてしまってるので、それはね非常に悔しいなと。プロスイカ農家としてはこの現状、抜かされているという現状をね見過ごすわけにはいかないという形で、配信だとねなかなか時間が取れなかったりするので、この動画の方でもですねバンバンちょっとチャレンジしていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。では早速やってみましょう。初めてこのゲーム見るよという方のためにちょっと説明すると、要は、ぷよぷよみたいな感じなんですよね。軽く言うと。こうやって、果物をどんどん落としていって、同じ果物同士になると、こう進化すると。今ね、柿になって、柿が合わさってリンゴになったわけなんですけども、よいしょ。こういう形ですね。こうやってナシにしていく、みたいな感じです。それを、頑張って進化させて、右側にね進化の輪というのがあるんですけども、それはねマックスのスイカまで上げてやろうじゃないかと。このスコアなんですけども、これはそれぞれが進化した時にスコアが加算されますので、なのでどんどん進化させていって高得点を狙っていく、ただそれだけのゲームですね。スイッチオンラインとかでね、確か200円とかで売ってるゲームではあるんですけども、今非常に流行っておりまして、僕もね、ハマってしまいましたという形ですね。家族ともどもハマっております。そんなゲームですね。頑張ってね、このベストスコア超え、3000超えっていうのをね、目指していきたいので、もしね、達成できて暁にはチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。じゃあちょっと真剣にはやっていきますよ。ちょいちょいね喋りながらにはなるんですけども、基本的にはね垂れ流し動画にしようかなとは思っております。よいしょ。これで柿になったので、このねゴミをねどう処理するかはね非常に重要になってきまして、よいしょ。でこれで落としたらカキになってリンゴになるでしょう。でリンゴになって梨になるんですよ。で梨になって桃になるという形ですんで、どっちとくっつく、ああそっちといった、悪くないよ、悪くはない。でこのね最終的にはこのイチゴだのブドウだのサクランボだのっていうのがね非常に邪魔になってくる。なのでなるべくね、そこの方に溜めないようにはしていきたいんですよね。よし。よいしょと。ゴミばっか来んな。非常にゴミばっか来ておりますが、これで、ちなみにね、このちっちゃければちっちゃいほど、このゲームでは重量が大きいということなので、例えばね、こうやってちっちゃい果物を落としてやると、くるっと移動してね、こうやって、今置いてあるものでも動かすことができると。そういった戦略も非常に大事になってくるゲームですね、こちら。なかなかに奥が深いです。よいしょ。いよいよ落ちろ。いいね。で、ここのブドウは非常に邪魔なので、ちょっとどうにかしたいんだが。この両側でもう一回桃作ってあげて、パインパインでね、メロンにしていく。で、もう一回メロンを作った上でスイカにしていくと。このスイカをね、2個作るっていう作業が非常に大変ではあるんですけども、なんとかね、それはね、達成させたいんですよね。いいね。で、こうでしょ？こういうことよ。えい。よいしょ。よいしょ。果物たちを進化させていきましょう。よし。梨完成。
で一応攻略法ではないんですけども、いろんな方の見てるとね、こういう縦積みが結構重要になってきまして、こんな感じでね縦に積んでいくと、そうすると上が進化するとポン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 とね、うん、順路で進化できますんで、そういった置き方もねちゃんと目指していきたいですね。ただ、うん、邪魔だな、デコポンがすごい邪魔だ。よいしょ、ていんてん、いいね。ちょっとゴミは邪魔ではあるが、まあ、順調ではなかろうかと言っておこう。いきますよ、連鎖進化参ります。トントントンポン、こういうことですよ。これが気持ちいいのよね。はい、くっつけ、くっつかないか、くっつくね、くっつくね、いけいけいけ、オッケー、ナイス。でこれでリンゴになりましたと。よいしょ、でこの柿が来てリンゴになるでしょう。じゃあここでこのリンゴを動かしてやるっていうのも一つの手段ですよね。こうやっていけと、ポンポンポン、オーケー。でパイナポーパイナポーでメロンになれるので、この2つをどうにかね組み合わせていけ、おお、そういうことですよ、そういうことですよ、ナイスですね、まあ、非常に順調である。でスコアが1000点超えましたと。まあ、僕のスコアは2743まではまだまだなんですけども、よいしょ、オッケーオッケー。これ連鎖でやった方が点数高いとかあんのかな、まあその辺はちょっと調べてはいないんですが、あったら面白いよね、連鎖狙いみたいな、そういう人も出てきそうな気がしますが。よいしょ、とりあえずゴミは捨てておいて、ここでまた桃を作っていく。おっと、桃を作っていきたい。お、落ちろ落ちろ落ちろ。そう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 。はい、ナイス桃。ナイスピーチ。で、もう一回ここで梨を作っていくことを目指すという形ですね。こうやって縦積みばっかり意識していけば、さして難しいことはないんですよね。これがプロの農家よ。うん。プロの農家がプロたるゆえんなんですけども、やっぱ箱詰め作業とかもね無駄がないんですよね彼らね。うん、おっと危ない。ああ、ただメロンがそんなに離れてっちゃよろしくないんだな。もうちょいこっちに来てほしい。こうか、最終的にあのメロンメロンをくっつけたいので、あ、左側のねメロンに進化できた暁には、そういうところも考えながらね先を読んで置いていく、それも必要になってくるんですよね。なかなか動かんなこいつはな。はい、よしよし、まあ、ちょっとだけ移動できたのでとりあえずよしとしましょう。ただゴミしか来ない、こんなにゴミいらないんだか。で、ここで、あー、落ちちゃったん。てい。ていと。めっちゃゴミ溜まってきたわ、こっち。よいしょ。で、これで桃完成でしょ。パイになりましたという形ですね。いちごはとりあえずここ落としといて、ゴミはこっちに置いておいて、おっと、またそっちに移動するんかい。なんでこのカスしか来ねえの。じゃあここでもう一回パイナポーを目指していこうか。あー、転がる。やっぱこのパイナポーがね一番可愛いような気するんだよね、この果物の中で。皆さんはどんな果物が好きでしょうか。よかったら教えてください。ただうざいな、この動き方はうざいな。ここに、ああ、うまいこと乗せたいんだが無理か、めっちゃ回転しちゃったのでね、ちょっと計画はずるってるってなんだ、ずれてるんですが、
まあ、まだ修正可能ではあるかな、ギリギリ。えい。えい。えい。よいしょ。えい。んで、ここで。そういうことよ。で、もう一個、桃を作ってあげれば、またパインになって、メロンメロンになって、スイカになれるという形ですんで、まあ、一日一回ぐらいはね、やっていきたいですね、この収録。うん。負けてらんないので、本当に。非常にね、なんだろう。ゲームでそんなにね、悔しいって思ったことないんですが、このゲームに関してはなぜかすごい悔しいという不思議な気持ちにもなれるゲームですね、こちらね。これがね、対戦とかもあれば、さらに人気爆発するんでしょうけど、まあ、これの対戦って意味わかんねえもんな。さすがに無理だとは思うけど、あったら楽しいよね。どうする？ちょっときつくなってはきたが、ただ、諦めなければ、可能性はある。えい。あおー、押し出される。やめて。それはやめて。えい。あ、もう無理っぽかもしんねえな、これな。えい。あー、無理だったわ。1888。まあね、今日は無理でしたが、また次回ですね。ベストスコア超え目指してやっていきたいなと思います。ほんじゃあ今日はまあこの辺で、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。